があんなに高く。しかし、仕事はまだ終わりそうにないか。今夜中に仕上げたい資料ですし、一度気分転換に散歩に行くことにしましょう。この時間ともなれば、場内は静かですね。ん？縁側に人が、誰かいるのでしょうか？あれは、一体どうしたんでしょう？こんな時間に。ため息なんてついて、どうかしましたか？泣いていたんですか？では、どうしてそんな表情をしているんですか？元気がないのは、あなたらしくありませんよ。なるほど。おそらく、彼女を心配してのことでしょう。ですが、今回は少々言い方が厳しかったんですね。こんなに落ち込んでいるとは。泣かないでください。あ、思わず彼女の頬を拭ってしまいましたが、このまま何もせずに手を離すわけにも。秀吉様は意味もなく怒るようなお方ではありません。ですから、その元気を出してください。こういう時、何と言えばいいのでしょう。言葉が見つからない。慰めるなんて得意ではないですが、何か私が彼女にできることは。あ、そうだ、私のとっておきの癒しを教えてあげましょう。時に、動物はお好きですか？そうですか。よかった。すぐに戻ってきます。少しだけ待っていてくださいね。お待たせしてすみません。見つけるのに少し時間がかかりました。秀吉様のお猿さんです。見覚えがあるでしょう。ええ、大丈夫ですよ。よかった、喜んでくれたようですね。ほら、この子の足の裏触ってみてください。私のお気に入りなんです。私だけが知っている癒しをお裾分けです。いつも秀吉様には内緒でこっそりこのふにふにの足の裏に癒されているんですよ。なんですか？秀吉様には内緒にしてください。いいですね。約束ですよ。それは何よりです。よかった。普段の笑顔が戻りましたね。ええ。おやすみなさい。私だけの癒しにしておくつもりでしたが、二人の秘密という響きは悪くありませんね。